This is Lao Leia Times. I hope I can be an encouragement to you whenever you may need it. May you experience the perfect love and plan of the perfect one. Enjoy. みなさん、アローハー。みなさんのふとした瞬間の励ましになりたい、ラウレアタイムズです。イエイイエイ。みなさん、お久しぶりです。もう、いつからですかね。まあ、昨年です。もう2021年の最後、ユイホーをゲストに迎えてのラウレアタイムズで、はい、まあちょっとですね、皆さんに、なかなか告知できなかったのが本当に申し訳ないですけれども、まあ、ご存知の方も多いと思うんですけれども、パスターカズヤがね、オレゴンにさらに牧師として学びに行くために留学に行きまして、まあ、それとまた私もちょっといろいろ引っ越しがあったりとかでちょっとごたごたして、まあ、しばらくお休みをいただいておりました。長らくお待たせしました。お待たせいたしました。まあ、今日は、はい、まあ、なのでちょっとね、パスタカズヤいないんですけれども、ラウレアタイムズシーズン2ということで、はい、はい、初回ゲストに、はい、このゲスト、特別ゲストをお迎えしてね、ちょっとお送りしていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、はい、ではちょっと自己紹介をお願いします。はい、皆様こんにちは、高田ホタルと申します。1991年の1年生まれの31歳です。やっと年齢にね、顔が、うん、年齢が顔に追いついてきた感じがありますけれども、はい、岐阜県の北側にある飛騨地方っていうね、なんか地域があるんですけれども、はいはいはい、そこの出身です。世界遺産の白川郷とかが有名な地域ですね。はい、飛騨高山とかね、そういう観光地がいっぱいあるところで、そこにね、奥飛騨温泉郷っていう人口1000人ぐらいのちっちゃな温泉郷があるんですよ。へー、はい、そこが地元です。はい、そう、温泉郷で育ったんですか。そうです、もう毎日温泉を、最高ですね。だからそんな肌がツルツル。あ、そうですやめてください。やめてください。18歳までね、その奥飛騨温泉郷にいて、でそれで18歳の時に大学進学のために上京してきて。あ、そうだったんだ。うん、それで4年間都内の大学に通ってたんですよね。で、まあ、それで大学で上京してきて4年間行ってて、大学卒業した後海外で留学をしたりとか、なんかインターンシップをしたりとかして、帰ってきましたと。はい、どこの国、ちなみに。とね、スイスで勉強してたんです。あ、そうなんだ。うん、そうそう、マティアス宣教師がね。マティアス宣教師のいらっしゃる。そう。あ、そうなんだ。はい、スイスで、旅行関係のホスピタリティとかそういうのを勉強していて、うん、でその他にもこうね、ベトナムとかインドでインターンシップをしたりしてて、じゃあもう結構本当にあちこち、はい、そう世界を渡り歩いたみたいな感じ。そう、いろんなところにね、そうだったんだ、行かしてもらってて、うん、で後ほどの話にも出てきますけど、ツーリズム、なんか観光業界にすごく関心があって、うんうんうん、で日本帰ってきてからもそのツーリズム実際働いたりとかして、うんうん、っていう感じですね。で横浜と東京にトータルだから10年ちょいぐらい住んだんですけど、今年の4月に地元のこの飛騨地方っていうところに戻る予定でいます、はい、ということでございます。はい、ちなみに家族は誰もクリスチャンではないんですけれども、ああ、その高田家の、うん、高田家はご実家はですね、そう私だけクリスチャンなんですけど、大学、そう、大学1年生の時に初めてこう教会に行く機会があって、うん、どんな感じで教会に、はい、つながったんですか。ですね、東京に出てきて、まあ、大学生になって、うんうんうん、好きな人ができたんですよ。はいはいはい、好きな女の子がいらっしゃって僕の世代これじゃないんですけどでその人がね、クリスチャンだったんですよね。うん、でなんかね、この人はなんかとってもね、体が弱い子だったんですよ。はいはいはい、うん、でね、なんかでもこの人は体は弱いけど
なんかこの人は強いな、うん、内側がすごい強い人だなって感じる、なんかすごく魅力的な人で、なんかこの人は他の人と違うなと思って、うん、っていう人だったんですね、はいはいはい、うん、でなんか話はね、詳細ははしょるんですけれども、はい、なんかその時僕はその子に対してこう助けになりたいけど、なんかねこうどうしたって助けになることができないっていう現実に直面して、うんうん、こう結構ね苦しんでいた、うん、すごく好きだったみたいな状況がありまして、ですね、好きだったんです。もう田舎から出てきたね、18歳のピュア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 ですからね、もう純愛だったんですけど、うもう超純愛、そうそうそう、もうこの一本のドラマできそう、一本のドラマできそうそうなんですね。でなんかすごく苦しんでた時に、でその子がね、なんか僕に対してなんか私のために何かしてほしいんだったら、うん、じゃあ私のために祈ってくれっていうふうに言ったんですよ。へえ、そうクリスチャンでもない、そう教会にも行ったことない、おそうそうそう、ホタルに、あよくねそれで言われたって、だからだいぶ戸惑いましたよね。そうだねそう祈れって誰にみたいな、そうそうそう、ああ分かったっつって、あでも祈るって何みたいな感じで分かんなかった、うんうんうん、でもなんかそうやってね、なんかこう悶々とこうしてた時に、なんか別のね男友達が突然僕に、あの最近教会、キリスト教の教会の人たちと知り合いになったんだよねみたいなことを言ってきたんですよ。うんうんうん、話聞いてみたら、なんかキャンパス伝道的なのをこうしてた団体に声かけられて、はいはいはい、でなんかあの連絡取るようになって、うん、まあ、なんか今度ご飯に行くみたいなことを言ってて、それでなんか聞いた時に、おおみたいな、なんというタイミングと思って、で俺も行きたいみたいな感じで言って、うん、でなんかそれで教会に一緒に行ったんですよね。はいはいはい、うん、でそれがこう教会に行ったきっかけっていう感じですね。うん、そうで、そうもうそこで、うん、じゃあもうこれは祈るしかないみたいな感じで、そうね、そう、その子のために今祈ってる時に、うんうん、流れでこうイエス様を信じるようになったって感じ、うん、そう、まあ、ちょっとあの深く掘り下げたい部分がいろいろありますけれども、うん、はい、ありますけども、まあ、ちょっとこれはこれで別回でそうですね、別回で撮りたいですね、別回 でお願いします、よろしくお願いします、はい、ありがとうございます。なるほど、じゃあクリスチャンになって、うんうん、まあ、結構きっかけがまあそういう感じ、うんうんうん、でもなんかあの大学卒業した後、うん、結構いろんなインターンシップとかで行ってったっつってたけど、うんうん、そのクリスチャンになってからどんな感じのこう歩みが、うんうん、そうですね、なんか、ね、クリスチャンになってからもなんかこうある種なんか直感で信じたみたいなところがあって、なんかきついてて大丈夫なんだろうみたいな感じで直感でこう信じた、まあ、非常に、ね、恵みによって信じることができたんですけれども、あんまりこうじゃ心が変えられたかっていうとそうでもなくて、うんうんうん、なんかね、ちょっと自分のこう幼少期の話なんですけれども、うんうんうん、なんか僕すごい小さい時からなんかね他人と違うことをして、なんか自分はこう他の人と差別化をしなきゃいけないみたいな、はいはいはい、なんかそういう考え方をすごく持っていて、うんうん、でなんかちょっとこう、わ俺は他の人と違うからみたいなこういう考え方をね、うんうん、なんかこう持ってたんですよ。なんか多分ね、うん、過去のいろんな経験がそこに結びついたと思うんですけど、あんまりねこの考え方というか、なんか私という人格の本質的な部分は変わらなくて、ちょっとこう他と比較して自分は違うみたいな風に思うみたいな、うん、はいはいはい、その感覚はね、なんかこうクリスチャンになってからも正直変わらなかったかなと思う。うんうんまあ、結構ね、うん、長い歴史の中でやっぱり培われてきた価値観っていうのはやっぱりすごい大きい。そう、なんかね、その幼稚園の時とか小学校の時とか、うん、あんまり子供なしとの関係あんまりうまくいってなくって、あそう、うん、全然ちっちゃい、うん、そんなもう人口1000人だっけ、そう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 、ちっちゃい町だったけど、うん、その中でもやっぱ人間関係がって感じだった。なんかね、やっぱりなんですかね、ねっとりした人間関係の場所なんですよね。すごい、なんかそこでこううまくやれないとやっぱりこうすごく辛くて、ああいう場所ってね、逃げ道もないしね。そうそうそう、そうなんですよ。確かに、なんかね、それでこうなんか周りの人たちと同じ、なんか別にいじめられてるわけじゃなかったんだけど、ちょっとこうはぶられたりみたいなね、はいはい、とかあって、でもなんかこう馴染もうとしても馴染めないっていう感じの中で、うんうんうん、ちょっと反発心みたいなのがね、こう周りの人に対する生まれたのかな、うんうんうん、でそれでこう、もうこんなやつらも知るかみたいなうんうん、うん、もうこんなやつらもいいからみたいな、俺はもうなんかこいつらとは違う土俵で戦うじゃないけど、はいはいはい、うん、大人に認めてもらおうと思ってすごい頑張ってね、真面目な生徒になったし勉強も頑張ったし、うんうん、生徒会長とかやってたりみたいな、ね、そうだったすごい真面目系でね、はい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 、こう行って
て、で、まあ、実際それでこう大人からね、あの子はいい子だねって評価受けたりとか、うんうん、まあ、成績上がったりとか、うんうん、で自分がこう思ってなかったようないいね学校大学に行けたりとかもして、うん、でもなんかちょっとそういういい思いをしだしたぐらいの時からちょっと傲慢さが生まれてきて、はいはいはい、あ俺はもうなんかほらみたいな、他の人と違うことしててよかったみたいな、俺が正しいもう俺はもう他のやつらと違うみたいな、なるほど、自分最高みたいな感じにね自分最高みたいなちょっとねなんかそういう傲慢さが生まれ始めたのがあって、クリスチャンになってからも正直そんなにこれは変わってなかったかなっていうのはありますね、今見れば、うん、そうそう、今思ってみるとなんかクリスチャン、まあ、ちょっとはね優しくなったりとか、なんかこうあの、うん、逆にこう大胆さが生まれたりとかね、クリスチャンになることでっていうのはあったのかもしれないけど、まあ、あんまりこうなんていうのかな、本質的に自分がこう変革されたという感覚はなかったし、なんかこう信じただけみたいな感じだったかなと思います。じゃあ結構こう、うん、人と比べ、クリスチャンになってからも、うんうん、やっぱりこう競争社会の中で人と比べながら、うんうんうん、こう自分の価値がこのレベルだな俺みたいな感じで、そう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 、そう、こうあじゃあ大丈夫とかとかね、とかなんか自分よりこうでもやっぱね世の中すごい人いっぱいいるから、うんうんうん、なんか自分よりすごい人とかを見るとなんかやっぱこうまず不安になるんですよね、うわあの人やべえわみたいな、超すげえみたいな、同い年なのにとか、いやでもみたいな、俺はこうだからみたいなそういうね、そうそうそう、そういうなんかちょっとこう社に構えたというか、 なるほど、うん、なんかそういう考え方をしないとなんか自分が保てなかったみたいなところがあったのかな、うん、うん、なんかちょっとその辺こじらせてて、なるほど、うん、なんかちょっとこう仕事を通じて結構こう仕事が、うん、あ仕事じゃない、こうその価値観がこう本当に刷新されたっていうのをコロナ禍を通じてなんかされたっていうのをちょっとちらっと聞いているんですけれども、どんな感じで仕事をしてたんですか？はい、そうですね、なんかこう仕事に対するこう考え方っていうのがこうやっぱ作られていったのはこう大学3年生とかで、なんか就活とかするようになってからなんですけど、なんかこう就活ってすごい違和感を僕は感じたんですよね、うん、なんかこうみんなね、なんかお給料がどれくらいとか、なんか休みどれくらいあるとか、まあ会社の知名度とかやりがいいみたいなとか、なんかそういうことをね意識して仕事探して、まあ50社とか100社とかもわーって応募するみたいな、結構一般的なんですけど僕らの時代はね、なんかすごいそれに対して違和感があって、うん、あんまりこうみんな仕事の意味とかそういうことって話さないなとかいうふうに思っててね、はいはいはい、でもなんか僕は自分はせっかくね自分のこう時間、うん、ね、もう時間ってもうすなわち命だと思いますけど、うんうん、命をこう使うんだったら、まあなんかね、意義がある仕事がしたいと思ったんですよ、うん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 、それはそのこの社会とか世界におけるその仕事の意義だったりとか、であと自分がなんでそれをやらなきゃいけないのかっていうような意義でもあるし、うんうんうん、でそれをこうなんかねいろいろ探求していった結果、そのツーリズムっていうのを選んだんですよ僕は。なるほど。でもそこも結構こうシンプルに観光が好きとか、うん、そういうんじゃなくて、うんうん、違ったね、結構こう、うん、自分の人生みたいな大きい枠組みを考えた上でそこを選択したっていうところあったんだ、ね、うん、そうですね、なんかうん、まあなんかね、なんでそのツーリズムになったかっていうと、その自分のね日本の経済にとってその本当に素晴らしい貢献をする産業だっていうことを学んだっていうことと、うんうん、自分のルーツがね有名な観光地である日高山であるっていうこともあって選んで、はいはい、でまあそれのために留学をして、まあ、そこでね活躍できる人材になるために、それでねスイスでツーリズムを学んだって言うのがね、そうそうそう、だからこう自分の中でねすごいこうなんてストーリーというかなんかね、はい、あったんですよ。でもなんか今思うとやっぱあれはなんていうのかな、やっぱそれも自分と他人との差別化要素っていうか、はいはいはい、なんか俺はこんなすげえストーリー持ってんぜみたいなお前ら持ってないっしょみたいななるほどねすごいうざい感じ、なるほど、なんかね、うん、そんな感じだったかなと思います、ね、なんならなんかこう、うん、俺お前らよりももっとこう、うん、高いモチベーションで働いてんだぜっていうぐらいの、うん、そうそうそう、高尚なアドメンテルさんみたいなのを多分深層心理学は思ってたというか、そんな感じがしますね、うん、でもなんかそのそうね、でまあ海外とか行って帰ってきて、うんうん、ツーリズムで働き始めて、でまあ海外生活結構すごい大変だったんですよね、英語もなんかもうね最低限の英語で行ったんで、まあ、すごいこう大変だったけどすごい多くのものを学んだし、うんうん、なんかそれなりにうまくね友達もできたりとか、うんうん、いい経験して帰ってこれたなっていう気持ちがあって、
で、なんかこうだからもう帰ってきた、日本から帰って、日本に帰ってきた時の自分っていうのはもう本当に高慢で、いや俺はもう違うぞと、もう国際感覚豊かやと、こんなビジョンをこう描いて働いてるみたいなので、でキャリアもね、その働き始めてから別に順風満帆だったわけじゃないんですけど、まあでもあの直近4年間ぐらい働いてた会社はそのツーリズム業界の中でもすごい注目されてるこう外資系のスタートアップで、めちゃめちゃエキサイティングな仕事だったんですよ。だからもう完全にね、その僕は気持ちよくなってましたね。なんかもうああもうみたいな、さこれみたいな仕事で成功してる頃、そうそうそう、この達成感というか高揚感みたいな、ちょっとこう酔ってるみたいなところがあって、なるほど、うん、もう俺はこの調子でいったらいつかそのビジョンというかね達成できるし、まあ、俺はもう本当に他の人とは違 もうユニークな人生を歩んでいくんだというふうに思ってましたよね。うん、なるほど。それがコロナで、うん、あもうねそうそうそうっていう、もうコロナね、ツーリズムでキャリアを通じてきて、でコロナがあって、うん、まあ、全てがこう変わるというかですね。ねえ、やっぱもうなんかどれぐらいの打撃が具体的なんかあったんですか、うん、すぐ聞いていいのかな。ああいう、なんかね、まあ、本当に業界で言うと、うん、なんか僕はもともとその訪日外国人っていうさ、うん、あの日本に来る旅行者のね、そう海外からの、そうそうかそうか、すごいです、本当にマイナス 99.8% みたいな、うん、対昨年比99.8% って、もなんか漫画みたいな数字で 0.2% 逆に何みたいなところぐらいな 0.2% よく来たなみたいな感じなんですけど確かに、うん、なんかね、本当そんなぐらいの業界は下がっちゃって、うん、当然その通なんていうかな、僕の会社にできることはなくなりましたし、もうお客さん来ないんだから、そうか、うん、なんかその需要をね刺激するみたいな、需要をもっとこうなんていうかな、まあ、刺激してお客さん来てもらうみたいな仕事してましたけど、まあ、うちの会社にできることもなくなったし、うんうん、ツーリズムというこの業界がこのなんていうのかな、社会に対してできることっていうのも短期的に見るとね、まあ、なくなったというか、うんうんうん、なんか少なくなってしまったというのがあって、でもちろん自分自身も何もできないですよね、うん、やばいと思って、うん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 、なんかこう自分がね、それでこうなんかちょっと自分にできることがなくなって、あと自分の待遇、なんかこうお給料とかもちょっとこう下がるかもみたいな時期になったんですよ、はいはいはい、やっぱりどうしたってね、まあまあそうだよね、うん、もうこの時期ツーリズム業界みんなねそんな感じなんですけど、うん、でちょっと将来的にもしかしたらやばいかもなみたいな、待遇的にもみたいな思った時にね、うんうん、なんと僕はねツーリズム業界から逃げ出そうとしたんですよね。お、うん、すぐ転職しようとした、だからね、なんかちょっと、あもうなんかここじゃ多分自分のなんかその分かんない自己実現的なものが無理だと思って、うん、すぐ転職しようとして、で僕あんなにこう意義とかビジョンとか言ってて超他の人に対してこうマウント取ってたくせにいざこうちょっとね調子が悪くなるとすぐに裏切ろうとしたんですよ。あ、なるほど。まあね、でも、まあ、結局それは自分がこう価値証明のために後付けで作ったストーリーでしかないから、うん、本心から出たことでもなかったんですよね、うん、きっと。だからもうね、それをこうふと思った時に自分は本当と薄っぺらい人間だなと思ったし、これからどうすればいいんだろうっていうこう不安になって、うん、そこからこう無力な自分とかこう空っぽな自分に対して嫌気がさして、なんかね自分の価値っても一体何なんだろうみたいな、うん、こういう時期をね過ごすようになってきた感じですね。うん、まあそうか、ツーリズムがその、うん、まあ、後付けだっていうのに気づいちゃったもんだから、うん、余計そこにも、うん、そこにモチベーションを持っていくこともできないしね。そう、そのねコロナ禍でもすごい頑張っていつか観光業が持ってきた時のためにって言って本気でツーリズムやってる人たちもいたんですよやっぱり、うんうんうん、でも僕の場合はねなんかそう思えなくて、うん、やっぱなんか俺は本当に薄っぺらい人間だなと思って、うん、なんかね空っぽな自分無力な自分みたいなね本当に嫌だった、うん、で本当に幸いだったのは聖書が僕にはありましたからね、うん、なんかもう本当にすがるようにこうすがる思いでこう聖書を読み漁ったというか、初めてあんなに熱心に読んだみたいな感じ。そうだったんだ。それでもなんかね毎日ね仕事の前に読んで祈って泣いて仕事開始みたいな感じ。あ、そうだったんだ。そんなのをねこうなんかやってて、うんうんうん、でもやっぱある時思いましたよね、聖書を読んでて、なんで自分はこんなに簡単に自分の価値を見失ってしまったんだろうというふうに思って、うんうんうん、なんかそれって全然神様が言ってることじゃないよねって、うんうん、なんかおかしいぞ俺というふうに思って、うんうん、だからそっからねこう
悔い改めのこうプロセスというか始まっていく感じでしたね、うん、結構その、うん、やっぱり自分の、うん、こう無力さというか、まあ、それこそ今までこれぐらい立て上げたのに、うんうんうん、それが全部違ったっていうのを認めるってことは、うんうんうん、ある意味自分が今までやってきたことを、うんうん、自分でまあ否定することになるっていうプロセスはすごく苦しいよね。そうね、なんかそのことも苦しかったし、うんうん、なんかそのやっぱ自分がなんていうのかな、クリスチャンとしても薄っぺらかったんだなっていうことに気づいて、なんか悲しかったというか、あの頭で理解してるだけだったんだなと、うんうんうん、だからもうそうね、あの岩の上に建てられた家とか砂の上に建てられた家っていうね、うんうん、例えがありますけれども、まあ、砂の上でさ、だからもうちょっと嵐が起きたらもうどうしゃーみたいな感じでこう簡単に崩れてしまったんですよ、はいはいはい、でも自分俺なんかよく奉仕するいいクリスチャンだと思ってたからだからこれ認めるのは本当につらくて、そうだよね、うん、でも認めざるを得なくて、うんうんうん、だからこう悔い改めて、あ、もう神様俺はもう空っぽでしたよと、うんうんうん、だからもう本当に神様の愛に根ざしたアイデンティティ欲しいんですっていうふうに祈って、岩の上に家を建てる、うん、建てたいんですと、そうだから本当にそのことをこうね心砕かれて祈った時にやっぱ神様はね本当にその祈りに応えてくれたかなと、うん、うん、思います。なんか聖書を通してとかね、あと本を通してクリスチャン、うんうんうん、牧師の方とかが書いた本とかね、あと周りの人とかを通して、で、あの信仰とこう仕事っていうことについてすごいいろんなことをね僕はその時期に学んで、うん、そうか、そのバランスの取り方っていう感じとかね、あとこう信仰的にこの仕事っていうものをどう捉えたらいいのかとか、うんうん、クリスチャンはこの世のなんていうのかな仕事っていうものについてどう取り組むべきなのかみたいなことについて、うん、いろいろね自分なりにこう本とかからねリサーチしたり、うん、あとなんかこう牧師とかクリスチャンの団体とかで働いてる人にあの実際話を聞きに行ったりとかして、うんうんうん、いろいろねこう聞いてすごい豊かな時間をねこう過ごしたんですけど、やっぱその時にね、うん、自分の問題に気がつきましたね。それはもう自分はこう自分の仕事を通じて自分の価値を証明しようとしてたっていうことで、うん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 、それって偶像礼拝って言うんですってっていうことに気づいたんですよ、うん、なるほど、そう、神以外のものに自分の価値を決めようとしてもらっているっていうことで、うんうんうん、自分の価値を決めてもらうのが、うん、その自己実現の結果、そうそうそう、仕事の結果みたいなところに、そうそう、だからそれができなくなったから俺はきつかった、なるほど、価値が、ね、ないと思っちゃった、はいはいはい、でも本当にその人の価値を決められるのって神様だけなんですよね、うんうんうん、だからそれ以外のものから価値をもらおうとした時点で僕はもう偶像礼拝だったんですよね、それは、だからでもその時に、まあ、それ本当にショックだったんだけど、でも同時に、あ、でも僕はもう神様が与えてくれた尊い価値があるんだから、なんていうのかな、それでアクセスこうね自分でこう頑張ってなんかプレッシャー感じながら不安感じながら自分の価値証明しようとなんかしなくてよくって、うん、ただ仕事を通じて神と人を愛し神と人に仕えればいいっていうことを知ったんですよね、その時に。あ、なんて自由なんだと、うん、うん、すごいね心が軽くなった、なんかもう、あ、そうなんだって、だからもうね仕事ってこんなに素晴らしいもんだったんだっていうことに本当に気づいて、だからもうどんどんこう魂がね解放されていくのを感じたというか、うん、そんな体験をしましたね。その結果を残すとか、うん、仕事でこんなことを達成するっていうことは、うん、まあ、ある意味自分の首を絞めてたような感じてたっていうこと、うん、苦しかったですね、あの時は、うん、なんかこういつまでこのなんていうのかな、アピール合戦は終わるんだろうみたいな、いつまで俺こんなことしなきゃいけないんだろうみたいな気持ちになってて、結構やっぱふとしたなんかそれ、うん、成功してる時とかはさ、うんうん、やっぱり、うん、俺すげえみたいな感じになるしやっぱ、うん、嬉しいし、シンプルにやっぱり周りに認められたりするんだけど、やっぱりでも結構ちょこちょこ、うん、それこそそのコロナの前までも、うん、前までもこうホタル的に、うん、こうふとした時にこう何やってんだろう自分みたいな感じで思うこと、うん、時っていうのはあった、ありました、あったんだ、ちょこちょこあったあったあったし、突然こう虚しさにこう襲われたりとか、やっぱりこうでもやっぱ忙しいからね、うん、やっぱ心をなくすとはよく書いたもんですけど、なんかねその忘れるんですよ、それで忙しくしてるとそんななんか虚しさがあるっていうことも、でもそうやってみんなねなんていうのかな、破滅に向かっていってんのかなっていうか、そういう大切な問いに答えないまま忙しいままなんかずっとこう言って、なんていうのかな、気づいたら
ね、なんか何も人生について大切なことを考えないままにしてこう地上での死を迎えるみたいなね、そんなに悲しいことはないなと思って、ある意味虚しさに向き合いたくないから忙しくしちゃうっていうのも、あると思う、ね、世の中的にあるかもしれない、ね、だからそう自分がね、そうやってやっぱ自分本当に自由なんだな本当はということに気づいて心が軽くなると同時に、なんかやっぱこの世界はそういう偶像礼拝だらけだなと、仕事が偶像とかね、仕事、まあ、だけじゃないけどいろんなこう神様以外のものがこう神になってしまって苦しんでいたりとか、まあ、本当に非常にこう危険な状態にある人、ね、苦しんでないけれどもクリスチャンにさえ気がついていないけど破滅に向かっている人みたいなのが山ほどおるなと思って、すっごいその人たちに対するね深い哀れみの気持ちが湧いてきたんですよ。本当かわいそうって自分と同じように、うん、そうそうそう、かつてね、で私はこうやって気づかせてもらったけど、なんて悲しいんだこの世界はと思って、やっぱでもこの人たちを救えるのは福音しかないですよね、やっぱり。だからそのような苦しんでる人たち、危険な状態の人たちに福音を伝えていきたいというふうにこう強くね願うようになってきて、そう、回復と同時にそういう思いも与えられて、それでね本当にそのまあ同時にね、その信仰と仕事のことについて学んでて、なかなかツーリズムっていう場でね、どのようにこうじゃあ神様の栄光を表していけばいいかみたいなね、ちょっとこうモヤモヤしてたっていうこともあったし、その時じゃあ結構その前まではもうツーリズムが自分の後付けだったことに気づいてモチベーション上がんなかったけど、魂の回復と同時にそのツーリズムの仕事に対しても心がホテルの中で変わってった、そう、変えざるを得ないなと思って、もうこのことを知ってるから俺はもうこの自分のためじゃなくて、じゃあ神様のためにこのツーリズムっていうものをね業界で働くっていうこともなんかしていけばいいんだろうなと思ってて、それについて考え始めてたんだけど、同時になんかあの全く違う形でね、例えばあのそうなんかこの福音を伝えるっていうことにフルコミットするっていうのもなんかあのしたいなっていう思いもあって、なのでその牧師とか宣教師になるというようなこうミニストリーのね、あのそういった飯のためにあの祈り始めてた、そうだったんだっていうことがありました。はい、そんな感じです。なるほど。なるほど。はい。まあ、ちょっと、はい、あのどういう感じでそこで一回切ろうかな。うんうんうん。牧師に祈り始めました、で学んだことみたいなところとか、そうだね、そこで、なるほどって感じで、まあ、やっぱ偶像礼拝のじゃあそこでちょっと偶像礼拝の恐れするみたいな感じで、ちょっと話ちょっと行こうか、あ、そうですね、そうですね、分かりました、まあなんか結構いや、もう世の中普通に仕事、まあ、最近自己実現とか、やっぱすごい自己啓発の本とか私も結構読んできたところもあるけど、やっぱ自己実現をベースに考える価値観ってやっぱ最近すごい増えてきてるのかなっていうのはすごい感じる、そうですね、自分らしくとかね、なんかこう生きるみたいなので、まあ別にそれ自体がねあの悪いものであるとは思わないし、実際こう自己実現に使われるなんていうのかな、もの仕事だったりとか、なんかそういったものって別に悪いものじゃないんですよね、仕事自体がね、そうそうそう、全然あのなんていうのかな、尊いものなんですけれども、なんかこう人はそれを神格化しがちですよね、これがあるから私には価値があるみたいな、子供がいるから私には価値があるみたいな、こういう悩みをしてるから私には価値があるみたいな、絶対的なものとしてこう崇める傾向があるから、でもこれって僕の仕事がコロナでね、調子悪くなったみたいにすごい外的な影響、なんていうかな、外的な影響力によってすぐにこう良くも悪くもなるんですよね、だからそういったものにこう振り回されていてはなんていうのかな、すごい自分の価値って不安定なものになるというか、神様から与えてくれる価値ってね、なんか周りの外的な環境に関係ないですから、だからなんか本当に偶像礼拝は恐ろしいし、なんか人の心を蝕むなと、なるほど、なんかねいう風に本当に学びましたね、そこは。まあ、すごいこう、まあ、確かに本当このコロナでパタンって終わっちゃうように、病気があれば自分の健康があって ね、そうだよね、怪しまれるし、お金も本当にすぐに
どうにでもまあ不確定要素がすごいやっぱ多い、うん、多い多い、うんね、私もやっぱクリスチャンだからこそ、うん、まあ、ある意味すごく感じるのはもう本当絶対的な、うん、まあ、聖書にもね、うん、変わらないのはもう、はい、イエス様神様だけだって、まあ、書かれて、はい、いるけれども、やっぱそれを知らない人たちっていうのは一生懸命この不確定要素でしかない世の中で自分の価値をやっぱり決めようとする、うん、そうね、うん、だから本当にしんどいよね。なんかそこが成功してればいいけど、ね、本当にそうそうそう、どうしてんだろうねみんな本当にとか思いますけど、まあね、本当にこうリスクの高い人生というか、うんうん、本当にもう多分ね交通事故とかになって、例えばねバリバリ仕事やってた人が交通事故で足なんかじゃあ体あまり動きません、うん、腕動きません、パソコン触れませんってなったらどうしちゃうんだろうね。確かにその人たちはね、そうだね、うん、それでもどんな状況になってもそれでも私は神様に愛されて尊い存在でって言えるのが私たちの強さじゃないですか、うん、なんかでもそのね、なんていうのかな、そのことはその神様の恵みというか愛っていうのはやっぱ誰にも降り注がれてるものだから、うんうんうん、やっぱねそれをこう気づいてほしいですよね。うん、すごいその思いが、うん、まあ、改めてこのコロナでこう自分の中のアイデンティティが変えられたと同時に、うん、すごいやっぱ周りの人に対しての思いっていうのも歌の中に与えられた、うん、そうですね、うん、改めてというかもう初めてかもしれない、正直なんか、ね、逆にねあんまりもうね正直思ってなかったんですよそれまで、うん、他の人に対してね伝えていきたいみたいな、本当に哀れみも愛も少ない、うん、本当になんかねなんか浅いクリスチャンだったなと思うけど、うん、うん、まあ、20歳で洗礼受けてからねそのコロナになる29歳、まあ、20代のね、うん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 、中っていうのはなんか僕はもうクリスチャン 1.0 みたいな新信者だけですみたいな0.0 シーズン1だったんだと思 う。でも神様はそんな、なんていうのかな、その僕にとってコロナっていうのは神様が僕の偶像を破壊される行為だったんですよ、ね、なるほど、うん、なんかこうだからやっぱ神様はその人生の苦難とかを通じて私たちを軌道修正されるじゃないですか、うんうんうん、ね、それで偶像がそこにあれば破壊されるし、うんうんうん、でそれやっぱね本当に自分にとって偶像って大切なものですからもう言いたいんですよ ね、 そうだね、怖いし、だから神様は時にすごい、ね、コロナみたいな荒療治を通して私たちをこう強制されるというか、うんうん、なんかそういうことをね学んだ気がしますね、うんうん、まあ、本当にこの世の中偶像礼拝だらけっていうのは、うん、まあ、クリスチャンであっても、はいはい、まあ、それこそね本当は20歳から29歳もうなんなら就活もクリスチャンとしてやってたに、うんうん、やってたけど、うんうん、それでもこうある意味偶像化してた部分があったっていうのは、でも、うん、私自身もやっぱすごいコロナを通して、うん、ミニストリーが偶像だったなとかってやっぱすごい感じたところもあって、ね、はいはいはい、本当にクリスチャンであってもまたクリスチャンじゃなくても、うんうんうん、こう神様以外で自分の価値を見出すってことはすごくあると思う、うんうん、そうですね、うん、一生の戦いかなと思いますね。神以外のものを礼拝しないっていうのは多分もう一生かけて我々がこうやっていかなきゃいけない戦いなんでしょうね、きっと、はい、もうなんかこうでもそこのやっぱ偶像礼拝で結局は自分の心が一番ね蝕まれて、うん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 、自分も苦しいし、ね、神様との関係も結局正しいもので、うんうん、神様の愛がこう 100% 注がれてるのにそれを 100% 受け取れきれない、うん、そうなんね、心になってしまうっていうのはやっぱすごいこのホタルのなんかストーリーを通してもなんか改めて学ばされて、でもこう皆さんもまあ見てる方がクリスチャンかクリスチャンじゃない方もいらっしゃるかもしれないですけれども、本当に神様から神様に価値、神様からの価値を受け取る、アイデンティティを受け取るっていうのがまあ、ある意味スタートなのかなっていうのもすごく、それで強制されて、うんうんうん、その後、はい、どこに軌道修正されたかっていうのをですね、はい、そうですね、皆さんも気になるところだと思うんですけれどもまあとっても素晴らしい、はい、深い話なので皆さんに2回でお届けしたいなというふうに思ってます。はい、はい、ちょっとね、最初に2回放送ですっていうのをちょっと言うの忘れちゃったんですけど、言って忘れちゃいましたね、はい、ということで、まあ、ちょっと次回、はい、皆さんがこれからねこのあと蛍がどこに軌道修正されて、
どのように、まあ、その与えられた思いに応えていくのかっていうのを、まあ、牧師と宣教師に祈り始めたって言ってたけど、うんうん、そうですね。じゃあ実際その祈りの結果はどうだったのかっていうのを、はい、パート2で聞きたいと思います、はい、ありがとうございます。はい、来てくださってありがとうございました。パート2でまたよろしくお願いします。パート2でまたよろしくお願いします。はい、はい、ということで、次回のラハレアタイムズパート2で、まあ、ホタルのね続きのどんなスタートが待っているのかお届けしたいと思います。このアイデンティティ、まあ、ある意味その本当に偶像礼拝、いろんなものがこの中に世の中にあるけれども、皆さん一人一人が神様からの価値を受け取って、今週も歩んでいって歩めるようにと祈り、またこの、このラウレアタイムズが皆さんのふとした瞬間の励ましになりますようにと祈っております。はい、ということでまた次回のラウレアタイムズでお会いしましょう。 God bless you!